違ったんちゃう？これむずいな。そうなの。しかもくっついてやる。お願いします。わあ、美味しそう。バジルマシマシにした。そう。マシマシ。美味しそう。なんかお店のピザみたいだね。卵とろっとしたかったの、今焼きすぎたの。デザートピザ。実食。実食。バジルもらう。うまっ。うまい。マルゲリータは鉄板で美味しいからね。美味しい。
と生ハムとルッコラって本当合う。めっちゃうまい。美味しいな。私ルッコラと出会いたい。でも生ハムとは限らない。いや生ハム。そっか、生。私がルッコラになって生ハムと出会う方がいいのか。でもルッコラとは限らない。ルッコラとは限らない。私ルッコラになるわ。ごめん、混ぜた。混ぜた。でも一番はやっぱりルッコラにならなきゃいけないんだ。オリーブオイルになった方がいい。オリーブオイル何でも合うから。美味しい。美味しい。やばい、全部成功じゃない、うん、全部成功。どうしよう。でもこのね、ブルーチーズのこの甘い蜂蜜のピザが鉄板で大好きなんだよね。うん。そうだな。ブルーチーズと蜂蜜の関係に、うん、蜂蜜はずるい。じゃあ私鉄板やもん。蜂蜜を見つけたい。ピザ選手権。いやお行儀悪いけど確かに、はい、じゃあ一番美味しいやつが2票でこれ全部あるのね、うん、で2番目に美味しいやつが1票、うん、1位と2位だけ票をあげる、うん、いける。じゃあゴーヤ&シラス&水ナス2票2票、うん、2票、うん、ゴーヤめっちゃ美味しかったよ。トータル2票、ね、生ハム&ルッコラ。いや、おやん、美味しい。ちっちゃい。できこないのよ。生ハム&ルッコラが2位だな。あ、じゃあ次がカプレーゼなんだ。ちゃ。マルゲリータ。マルゲリータ。マルゲリータ。せーの。あ、1なんだ。え？で、最後、ブルーチーズの、蜂蜜のやつ。せーの。はい、ということは生ハムルッコラ1位で、2位がチーズだ。イエーイ、勝った。でもな、本当にゴーヤめっちゃ美味しかった。いや美味しかったよ。いや美味しかったんだけど、あのちょっと苦味が美味しかったの。私3位。なんかあのマルゲリータ普通だからあれ美味しかった。マルゲリータ普通なもの。そう、俺でも蜂蜜チーズが1位で、うん、2位がマルゲリータで、3位はあの卵のやつ。生ハムルッコラ、うん、生ハムルッコラね、うん、何、いや全部、いやこうやダメなの。4位。いやでも全部美味しかったよ。いやてか全部美味しかった、マジで。いや美味しかった、ね、間違いなく美味しかった。あえて言うなら、でもなんでさ、こうやが3、4位なの。ん、いや普通にやっぱり俺は蜂蜜とチーズ一番好きでしょ、うん、次にやっぱマルゲリータはやっぱなんか鉄板で美味しいよね。で結局さ、もともと好きなものを選んでる、うん、そうだよ、どうしようもない。それは冒険しない男だ。でもやっぱりあのつまんねえ男だぜ。でもやっぱモッツァレラがやっぱ美味しいもん。いやでも、いや本当のこと言ってみ、本当のこと言ってみ、そう、何もなしで美味しいもん。何もなしで美味しいもの、うん、だから美味しかった。でも今日普通に食べて一番美味しかった生ハムルッコラは、うん、生ハムルッコラ。それで、あーこれ意外にめっちゃ美味しいと思ったのがあのゴーヤ。最初だったからじゃない。悪いな、最初に食べたからじゃん。普通にやっぱり美味しいなって思うのはやっぱチーズと蜂蜜じゃん。ピザ界の中でもあれが一番うまい。ピザ界の中でもあれが一番うまい。
肉が逃げていく。乾杯。乾杯。じゃあエゴマでやってみようかな。両方だよ、両方。あ、両方入れるんですか。そうだよ、両方全部入れるんだから、そこに置いてあるもの全部。はい、実食。マッコリとね、キムチも。キムチもよだれ出てきた。やば、美味しそうだね、うん、いただきます。はい、うん、うん、黒いのは何ですか。黒酢かな。わかんない。いや、なんか甘っぽい。どっちみち甘いんだよ、なんか。半分半分にかけとく。うん。すごいね。これなんだっけ。なんて言うの。海南ご飯、はい、ライス。海南ライス。これは韓国なの。いや、これは、ね、台湾。いや、シンガポールの。でもシンガポールライスと違うのかな。なんか台湾っぽい気がするけどね。みんなパクチー好きだからパク盛りしとくよ、うん、よし、はい、食べてください。食べよう。こんな感じか。中国か韓国か台湾か、味的に。うまっ、うん、これは、うん、うまっこれ何ですか。これはね、うん、マレーシア。マレーシアですか。台湾も韓国も中国もヒットしてない。マレーシア料理ってそんなあんまなんかなんだろうね。お父さん何系。パクチー味。ダメだ。めっちゃうまいこれ。うん、おいしいんだよやっぱこれ。これと、うん、どこで出会ったの舞子さんこれ。これカルディにやった。うん、やば、うん、これとこれ合うの。結構なお手前で。開いた瞬間のこのやつもついでに取りたいでしょ。ダメだ。ダメだ。もう一回。ダメだ。いくよ。